全英オープンはイングランドバドミントン協会主催ヨネックス特別協賛により毎年3月にバーミンガムのアリーナバーミンガムで開催される BWF ワールドツアースーパー1000の大会である。1977年に世界選手権が創設されるまでは本大会が実質上の世界選手権として開催されていた。1899年に第1回大会を開催。 二度の世界大戦による中断を経て、2010年で100回目を迎えた。1984年からヨネックス製シャトルが公式シャトルに採用され、以来ヨネックスが冠スポンサーとして現在に至る。開催都市は第1回からロンドン、第4回のみケント州の会場で開催。1994年から現在のバーミンガム開催となった。 1> 第1回大会は男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルスの3種目のみが行われ、翌年から男子シングルスと女子シングルスが加わった。第1回大会から女子の出場は認められていたがそれらの試合は公認ではなかった。第6回大会から公認されたが他の競技種目と比べると当時としては画期的だったと言われる。出展。 先生なぜですかネット型球技編例のことをなぜ選ぶと呼ぶのバドミントンの項目は、奈良繁行きちょ第一次世界大戦により1915から1919 19年まで、第二次世界大戦により1940から1946年まで、中断。ありがとうございます。